2024年9月18日、防衛省自衛隊の公式ホームページ上で、イージスシステム搭載艦の建造契約締結についてと題された告知が掲載されました。この重要な発表により、日本の防衛技術の最前線に立つ二大造船企業、三菱重工業とジャパンマリンユナイテッドが、それぞれの艦船建造を担当することが明らかになりました。今回は、そんなイージスシステム搭載艦建造で、日本の防衛産業が拡大化を詳しく見ていきますね。トマホーク搭載艦なので、中国も警戒しているでしょうし、ロシアも牽制できますね。防衛省自衛隊の公式ホームページ上では、2024年9月18日付の報道、白書、広報イベントの中のお知らせの項目内において、イージスシステム搭載艦の建造契約締結についてと題する告知が行われた。そこに記載された内容は、イージスシステム搭載艦の建造に関して、以下の契約が成立したことを報告するという記述であり、懸案となっていたイージスシステム搭載艦の建造を、各造船企業と契約を結んだことの報告である。これによれば、まず、イージスシステム搭載艦の一番艦は、日本の防衛関連企業の言うとも言って、過言ではない三菱重工業者と契約が締結され、その期日は、2024年8月23日という日にちが記載されている。続くイージスシステム搭載艦の二番艦は、ジャパンマリンユナイテッド社との間で契約が締結され、こちらの期日は、2024年9月18日になっており、従来までの報道の通り、この両社へ、一隻ずつの建造契約が正式に交わされたものとなった。昨今の海上自衛隊の艦艇に対する建造実績という観点から見れば、三菱重工業者は、今後の海上自衛隊の護衛艦の中で、数的には、主力を担う、もが、美型護衛艦やその拡張版である、新型 FFM の建造の中心企業となっている。日本の防衛産業界において、小樽三菱重工業者は、こうした最上護衛艦のような艦艇以外にも、潜水艦や戦車や各種のミサイルなど幅広い分野をカバーする総合防衛企業であり、かつ、民生品の分野でも、日本の三大重工業者の一角を占めている。そのため、三菱重工業者のグループ全体の売上高は、2024年3期においては、連結で4兆6、571億4700万円にも上り、海上自衛隊向けの艦艇は、主として、三菱重工業者の中崎造船所や神戸造船所が受け負っている。方や、ジャパンマリンユナイテッド社は、2024年現在で、海上自衛隊の最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型2隻や、航空母艦化改修の渦中に、ある出雲型護衛艦2隻を、いずれも、同社の横浜事業所の磯子工場で建造した実績を持つ。してみると、昨今は、三菱重工業者が最上護衛艦など、比較的に排水量を含め、比較的規模の小さな艦艇の建造を担っている印象が強いが、マヤ型の前級である愛宕型のイージス護衛艦などは、同社が建造を手掛けてきた経緯もある。いずれにせよ、一定規模以上の海上自衛隊の主力艦艇の建造は、今回のイージスシステム搭載艦と同様に、三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社が暗分する形が一般化しているように感じられる。ちなみに、ジャパンマリンユナイテッド社の2024年3月期の売上高はおよそ2690億円ほどであり、企業としての規模では、三菱重工業者とは比較にならないほど小さいが、同社は、かつてのユニバーサル造船社と IHI マリンユナイテッド社が合併して誕生したものだ。民間需要も含めて厳しい経営状況が続く日本の造船企業にあって、ことに特殊な護衛艦等の海上自衛隊の艦艇の建造の請負先は集約化されてきており、今後も、しばらくは、三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社が中心となることが予想される。さて、今回のイージスシステム搭載艦についてであるが、三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社の正式な関与は、昨年2023年の春先より開始されており、前者が
その艦隊、機関部、兵装取付等の基礎的な設計資料の取りまとめ、並びに一番艦についての詳細な設計をおよそ17億円で請け負っている。そして、ジャパンマリンユナイテッド社もこれに続き、艦隊の静粛性及びステルス性等の評価に関し、基礎的な設計資料の取りまとめと、2番艦についての詳細な設計をおよそ8億円で請け負ったことから始まっている。これらを踏まえ、防衛省では2023年度末に確定させた翌2024年度の防衛予算内に2隻のイージスシステム搭載艦を建造する内容を盛り込み、総額でおよそ3731億円をその費用として計上する手続きを踏んだが、この金額は建造費とイコールではない。2023年10月時点で財務省が取りまとめた防衛予算についての資料によれば、イージスシステム搭載艦2隻の取得に関わる建造コストの合計は2隻でおよそ7900億円、1隻あたりおよそ3950億円とされ、ここには搭載するスパイ7レーダーの取得費用は込みとなっている。そしてイージスシステム搭載艦の建造後の運用及び維持に必要なコストは、その段階では具体的な金額は未定とされたものの、イージス艦たる最新スルドのマヤ型護衛艦2隻のそれは合計でおよそ5082億円が必要とされ、これを下回ることはないと考えられている。ちなみにマヤ型護衛艦の開発及び建造に要したコストの累計額は2隻でおよそ3243億円とされており、これに比すれば、イージスシステム搭載艦の同コストは、およそ7900億円の想定通りの場合、その 2.4 倍ほどに相当することとなる。財務省のこの当時の見解によれば、イージスシステム搭載艦の運用及び維持コストがさらに増加する可能性の原因としては、もともと、陸上での運用が想定されていたイージスアショア用の SPY-7 レーダーを水上戦闘艦に転用するという前例のない試みにあると見ている。マヤ型イージス護衛艦はそのベースとなったアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦と同様にフェーズドアレイ方式のスパイ1多機能型レーダーを搭載しており、その採用数の多さと実績からおよその運用及び維持コストの予想は算定しやすいということなのだろう。さて、肝心のイージスシステム搭載艦の使用だが、現時点では基準排水量が12000トン、全長が 190.0m、全幅が 25.0m と召され、マヤ型護衛艦は基準排水量が 8200トン、全長が 170.0m、全幅が 21.0m である。したがって、イージスシステム搭載艦の規模派マヤ型護衛艦と比較した場合、基準排水量でおよそ 1.46 倍、全長でおよそ 1.11 倍、全幅で 1.19 倍となっており、世界基準では、満載排水量で1万トンを超え巡洋艦扱いされることも多い後者をも大きく上回る巨艦である。これだけの艦隊の規模を有するイージスシステム搭載艦だけに、主兵装たるマーク 41VLS。垂直発射艦の総数は128セルに及び、これ浜屋型の96セルから、実に34セル分も増強された数となっている。そのマーク 41VLS 垂直発射艦128セルにイージスシステム搭載艦が搭載するとも見込まれているのは、敵の弾道弾頭の迎撃を担う SM-3 ブロック 2A と、さらに HGV、極、超音速滑空体にも、対処可能な SM-6 がミサイル防衛用として挙げられている。これらの防空ミサイルに加え、アメリカから調達する追艦、対地攻撃の両方に使用可能なトマホーク巡航ミサイルも、マーク 41VLS 垂直発射艦からの運用が想定され、かつ、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型も、専用の発射機とともに実装されるものと召されている。もともと、陸上配備型のイージスアショアの用途として想定されていたのは、敵の弾道弾頭の迎撃を担う SM-3 ブロック 2A と、HGV、極、超音速滑空体にも対処可能な SM-6 だったため、それ以外の対艦、対地攻撃用のミサイルの運用は、イージスシステム搭載艦をその代替とすることが決まってから、後の構想であろう。
こうしたミサイル防衛を担う目的でやむなく中止に至ったイージス・アショアの代替措置として、艦艇型のイージスシステム搭載艦の建造が決まったことで、せっかく大型艦を建造するのならば、他の兵装も実装したミサイルキャリアとしての運用へと傭兵思想が変化した感は否めない。三菱重工業ハモが、身型護衛艦や新型 FFM の建造を中心に、中崎造船所や神戸造船所での実績があります。一方、ジャパンマリンユナイテッド浜屋型イージス護衛艦などの建造で知られ、横浜の磯子工場での活動が特徴です。今回のイージスシステム搭載艦は、基準排水量1万2000トン、全長190メートル、全幅25メートルという規模で、主兵装に128セルのマーク41 VLS を搭載予定です。これにより、SM3 ブロック 2A や SM6 などのミサイル防衛システムを強化し、対艦・対地攻撃にも、トマホークやヒトに、意識地対艦誘導弾の能力向上型を配備する計画です。このプロジェクトは、国内外の安全保障環境において、重要な役割を果たす見込みです。